今回は奈良県天理市の心霊スポット白川大橋へ行ってきました。白川大橋はかなりマイナーな心霊スポットだと思います。全国心霊マップでは紹介されていたのですが、他の情報を探しては見たものの全然情報が出てきませんでした。数はかなり少ないですが、 YouTube でも動画は上がっている場所です。現在来ている白川大橋は名阪国道の上にかかっている橋です。飛び降り自殺スポットとの噂があるとのことでした。勝手に川の上にある橋を想像していて、名阪国道の上だとは思っていなかったので、一度通り過ぎてしまいました。路中し再度確認して戻ってきての撮影となっています。よくある橋の心霊スポットとは違う場所ですね。下が国道の橋の心霊スポットは初めて訪れました。周辺の土地勘があるわけではないので何とも言えませんが、白川大橋へのアクセスは車でないと難しい印象はあります。周辺は駐車スペースもなく交通量も少なかったです。国道の上を通っているせいなのか、本当に過去に自殺があってなのかは分かりませんが、フェンスも高くなっていて、自殺スポット特有のフェンスの高さだなと少し感じました。下が国道ということもあって、落下物による事故があったら大事になるからだと考えることもできます。国道通行止めになったらいろんなところへ影響が出てしまいますからね。山の奥の橋で自殺するのとは周りに与える影響が全然違いますしね。白川大橋での事件事故を調べたのですが、何も見つけられませんでした。全国心霊マップの情報によると、過去に身投げをした方の霊が現れる噂があるとのことです。白川大橋では女性の幽霊、男性の幽霊、少年の幽霊が現れるといった心霊現象が起きているため、心霊スポットとして紹介されているようです。自殺の話は記事になることも少ないので、本当にあったとしても調べて出てこなかった可能性はあると思います。橋は不思議なことに街灯はあるんですが、点灯していませんでした。これには何か理由があるのでしょうか。真夜中だから消灯していたんでしょうか。名阪国道の通行のために何かしらの理由があって消灯しているのでしょうか。知ってる方がいましたらコメントにて教えてください。動画のご視聴ありがとうございました。いいね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。